あ、なんか分からんけど池だわ。なんかでも違う気もするけど。ゼルダの伝説、知恵の借り物、続きいきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、最初のダンジョンクリアして剣士にもなることができたゼルダでございますが、リンクの感じやね。こっから次は何やら、ああ左に行くのか右上行くのかっていうところではあるんですけど、こいつらとちょっと喋れるようになったのにね。ルーベリー、うむ、剣のことだな。前にも言ったが、そなたの持つその剣、力の剣はわしが作った技物じゃ。わしはハイラル各地の裂け目の跡から見つかる鉱石をずっと調べておってな、それが裂け目から現れる魔物を強く退ける効果があることを発見したのじゃ。む、そなた持っているではないか、その青い鉱石のことだ。そう拾いました。その物質をわしは力のかけらと名付け、鍛錬してこの力を、力の剣を作り出した。へえ、すごい、そんなんできやね。そして裂け目を調べ続ける中で出会った南の村の少年リンクにこれを託したのだ。なんでリンクやったんかな。リンクは剣を使いこなし、わしは力のかけらによるさらなる鍛錬を続けた。やっぱリンクすごいやね。あれ、そんだけ、うん、剣を強化するにはそこにある機械、あら、これを、うん、む、よく見るとその剣は以前に比べると力を失っているようじゃな。そうなの。だが強化をすればすぐに元の力を取り戻せるだろう。あの大臣ずっと前向いてる。力のかけらを持っているのなら試してみたらどうじゃ。持ってる？ルーベリの家にある機械を調べると、力のかけらを使って武器を強化できます。持ってないよね。何を、あ、持ってるわ。あ、拾ったな。そういえばこんな、ゲージを強化って何？ゲージ、あー、ゲージってそ、あっちか。長く剣モードいられるってことか。じゃあこっちの方が、10個持ってないわ。ためよう。お前は？私はここでルーベリー様と裂け目を調べ、姫様のお力添えをいたします。姫様は今の私にできることありますか？一応喋っとく。大きな裂け目、大きな裂け目が出ているのはジャブル水域とゲルド砂漠、それぞれの地域で知りたいことがあればできる限り教えお答えいたします。ジャブル、ジャブル水域はここから北東、泳ぎの得意なゾーラ族、あーもうめっちゃブレワイやね。ゾーラたちは2つの種族がおり、それぞれ海ゾーラ、川ゾーラと呼ばれていますね。ジャブル水域に入ってすぐの海岸にはハイリア人の住む小さな漁村があります。まずは漁村で地域のことを聞いてみると何かわかるかもしれません。それぞれの地域で知りたいことが、ゲルド砂漠、ゲルド砂漠はここから西、照りつける太陽に砂嵐などとても厳しい土地。砂漠の奥の町にはゲルド族という戦いに長けた民族が暮らしているんです。不思議なことにゲルド族は女性しかいませんでしたね。誰もが戦士として訓練しているようです。でもって唯一男で生まれたのがガノンドロフやったっけ。砂漠の入り口でもよく見回りをしているので、彼女たちに話を聞いてみるといいでしょう。OK、大丈夫。他は？お話。ハイラル王、ウギ将軍、リンクだの。裂け目を消すことができればみんな帰ってくるんでしょうか。OK です。行ってきます。姫様、くれぐれもお気をつけて、どうか王や将軍たちを頼みます。よし、行くぜ。で、一応、左の方がまあ明らかに、近いやから、みんなこっちから行きがちな気がするから、俺はあえて違う方から行ったろう。あ、なんかちょっと待って、とりあえずこれ調べて、力解放して、ペローンってなって、でなんかちょっとブス。お尋ね者ゼルダ姫、見かけたらハイラル王国まで連絡を。あ、ってことはハイラル近づけへんのかな。スピン、スピン、この辺の、うわー嫌な感じのスパイダーおるで。ちょっと待て、おい、危ない。どう、杖か、杖だろ。で、新しいやつ何個ぐらいあるの全部で。ウォールチューラ、
糸を出さない雲のような摩耗の壁や天井はどこにでも平地のように歩き回る。こいつはいっぱい出せそうな予感。倒せ倒せ。まあでも別にルピーが手に入るかぐらいやんな、倒しても。いえい、ありがとう。あ、なんや、リンク君、君リンク君だろ。え、魔物に囲まれちゃったんだ、いつもみたいにやっつけておくれ。私ゼルダですけど。ミニチャレンジ狙われた男。ほう、こんなもんだよ。南の草原を歩いていると石壁の上に立つ男から助けを求められた。取り囲んでいる魔物を倒そう。了解。ほれほれ、あれ一匹しか出せへんのか。いっぱい出せると思ったら、あ、でも強いわ。ほら、いいね、強いじゃないあなた。倒して倒して、追いかけて、頑張って。へい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 、任した、頑張れ、倒せ、早く。 OK。 誰こいつ、下向いてんの。ああ、そんな顔。ありがとう、助かったよリンク君。あれ君って別人。おい、女子やで。あ、わわわ、ごめんなさい、フードかぶったからてっきり。ええよ、大変な失礼をしちゃったよ、本当に申し訳ない。私は南の村に住むわぶきというもの。わぶき、草刈り仕事に夢中になっていたらいつしか南の草原まで来ちゃってね。うん、アホなんやな。どうせなら草原の草をすべて刈ってさら地にしてやろうと考えたんだけど、魔物に追いかけられてあんなことに。いや、やりすぎはよくないね。改めて助けてくれてありがとう。大した額じゃないけど、これはお礼。ルピー的な感じ。ありがとう。君と間違えたリンク君って南の村のすごい剣士だったんだ。村のみんなをよく助けてくれる少年で、今は魔物退治の旅をしているんだよ。ああ、叫びに飲まれましたけど。あんなに正義感の強い子、めったにないんじゃないかな。しばらく会ってないけど、あの子ならきっと元気にやってると思うんだよね。だから叫びに飲まれてるんですけど。もし君が旅先でフードをかぶった緑の服の剣士に会ったら伝えてもらえないかな。なんて、南の村のみんなはいつでも君の帰りを待ってるよって。自分で言いに行け。なんで俺に頼むね。チャレンジ達成。さあ、じゃあ進みましょう。こっちからでいいかな。兵士はさすがにバレるとやばい。ふう、やっぱり平原は広いな。平原の西側には手配書を張り置いたが、ゼルダ様はどこにもいないか。この前までゼルダ様を救おうとしてたのに、今度は捕らえようとしてるなんて。そもそもゼルダ様が悪人扱いされているのって本当正しいんですかね。間違いだよ。俺だって信じたかないが、命令に背くわけにもいかないだろ。それもそうですけど、東の海辺の村では特に収穫はなかった。もう少しこの辺りを見て回ろう。はい、俺やで、俺やで、はい、おや、旅人さんですか。あ、そっか、フードかぶってるしわからんか。もしハイラルの姫ゼルダ様を見かけたら我々に知らせてくださいね。はあ、バカだなお前らは、バカだなお前らは。無理か、攻撃はせんか。で、いいね。あ、なんか鳥、危な、鳥倒せ倒せ倒せ、鳥、うれうれ。今のうちにちょっとこれだけ、失礼。花の蜜かーい、いいね。でもね、おもろくできてるよね。あ、お前もグエー、知らん。ハイラル平原をゆったりと言い回る魔物、勢いよく降下しくちばしで獲物を突き刺す。お前も召喚したるわー。あー、てことで、あたすは右の方先に目指すで。ここはハイラル城、海辺の村、南の草原。ハイラル城ちょっと寄ってってみる。さすがに何もできへんとは思うけど、いっぱい寄るねこの辺。基本的に一回ゲットしたやつはもうええっちゃええんやけど。お、ファストトラベル、ありがとう。あ、あそこ裂け目なんかマップにわざわざ出てるってことはなんかあんのかな。どうも、ハイラ王の命令でゼルダ姫を探しています。裂け目を出したなんて信じたくはないですが、まずは捕まえて話を聞かなくては。俺やで。なんか、あ、
道具屋。あんた町の外から来た人だろう、どこか。で、ゼルダ姫を見かけなかったかい。せっかく帰ってきたと思ったらまたいなくなって、無事でいてくれるならいいんだけど。俺やで、だから。なんか帰る。お、なんやろ。発酵バター。発酵の工程で光る成分を持った不思議なバター。ああ、体を光らせる効果。持ってるからまあええか。どっかで使いそうやな。何これ、ストーンアンクレット。重心を安定させる、どっしり重い足は攻撃を受けた時ののけぞる距離を抑える。ノックバックをちょっと抑えるんだね。飲むとハートが回復する。いらない。あんま大したもてえな。おい、いらっしゃいませっす。ゼルダ様がいなくなって裂け目、世界は裂け目だらけ。一体どうなっちゃうんすかね。あー、なんか有効なアイテムもっとないかよ。このブズの感じやめろ。またく他にないよな、道具屋みたいな。あなたは、あのデルダ様が裂け目を出した犯人とは。やれやれ、人間何を起こすか分かったもんではありませんな。あ、何ですかね。用事もないのに話しかけられては困りますな。 お前が喋ったんちゃうんかい。喋りかけられてお前陽気に喋り返しきたんお前ちゃうんかい。特になんもな。あ、なんや、サブクエかい。あ、お姉ちゃん。ねえ、お姉ちゃんはゾルって魔物を見たことある？あったっけ。この辺りにいる小さい魔物、パパがくれた図鑑に載ったんだけど、丸くてプルプルして、あれか、スライムみたいなやつか。すごく可愛いの。でも魔物なのに可愛いなんて変だよね。やっぱり本物は怖いのかな。すごく気になって頭の中ゾルだらけになっちゃう。一度実物見たらスッキリするかな。ゾルゾル言うてる。出したろか。出すとこ全然なさそうやからな。気になるあの子。ほれ。あー、びっくり。わ、これってゾルやで。これがゾルなんだ。図鑑で見たのと同じだ。すごい魔物やで。プルプルの体にまんまるなお目目。わー、かわいいな。魔物でもかわいかった。頭の中はスッキリしたよ。ありがとうお姉ちゃん。僕もっとゾルのこと好きになったよ。だから魔物やで。ゾルっていろんな種類がいるんだよ。あ、そうなん。僕他のゾルも見たくなっちゃった。生意気な。次はろうそくみたいなゾル見せてほしいな。お前これか、キャンゾル。わ、これってせやで。すごいすごい、キャンゾルだ。本当にろうそくみたい。緑のゾルと全然違う。そやね。でもすごく熱い。あ、危ないで、体が溶けちゃいそう。火がボーボー燃えてて怖いや。やっぱりゾルも魔物なんだ。で、お姉ちゃんありがとう。僕もっともっとゾルのこと好きになったよ。ふう、大きい声出して喉渇いちゃった。お家に帰ってお水を飲まなきゃ。あ、お水といえば水ゾルっていうのがいるんだよ。お水で大きく膨らむゾルなんだって。ママが見たことあるって言ってたんだ。次は大きく膨らんだ水ゾル見せてほしいな。もうなんか最初は実物見てみたいなとかぐらいやったけど、もうついに普通にお願いしてきたやん、あいつ。おい、ただの仕事になってきてるやん今日。なので一旦ハイラルはこれで無視しまして進んでみましょうか。お前はヘビか。ヘビはやってるから大丈夫よ。ここ入れんのかな。おお、こいつはやべえ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 べーんべーべーん、すげえいっぱい出てきたよ。おい、頼んだ頼んだ。危ない、痛い。ほら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 、倒せ。やめて。はい、倒せ。剣士モードなった方がこれは早いってやつかい。あいつだ、あいつやれ。ナイス。意外とゲージ落ちんやな。剣士モードなってもええかもね。あの、すいません、この辺りで大妖精様見てないね。大妖精様とは人々に不思議な力を与えてくれる存在なのです。古い文献を漁ってこのハイリア湖のどっかにいらっしゃるところまでは突き止めたのですが、文献によると息を飲むほど美しいお方で、目にしたものは皆心を奪われたそうです。ブレス・オブ・ザ・ワイルドのあの感じやったとしたら、あのでっかいやつよね。そんなに美しい存在がいるなんて、財産を全て捧げてでも見てみたいです。じゃあもし見つけたら俺にその財産をよこせよ。俺は
こっちでいいのかな。はい、行く。進んでる。行けそうやね、普通にね。行くよ。こっちだよね。東の神殿なるものもあるね。チア、あいつらはやってるよな。倒してるやつやんな。おお、危ない。こっちですか。張られてる。どうだ。お、新しいのいるやん。カニ、カニ。下手くそ。ダメだあいつは。お前だ。あ、カニ強し。あ、カニ強し。やばい。おい、向き不向きがいろいろあるんかな。あ、強いぞカニ。でもそんなカニもゲットです。ピースを覚えた。硬い爪を伸ばして素早く横移動するカニのような魔物。そのままやないかい。ほら、お、カニ対カニやったら勝ったわ。上全然登れそうやな。結局ベッドがあればどこでも行けるよね。おい、こっちはこれ。うん、あ、どうした。お、ジャブール水域でもって、なんか爆弾で壊せる場所あったな今。来ましたよ。ああ、見たことあるね。ゼルダシリーズおなじみのやつらやね。どっかに裂け目の入り口を作れそうな場所があるはず。とりあえず大きな裂け目の近くから探してみる。はい、ジャブルス域に現れた裂け目どこだ。大きな裂け目の近くから、まあ右上か。ここ絶対入れるよね。爆弾的なやつが手に入るってことかな。ペロンチョーけ。さすがにこんなんでは無理やもんな。ほれ、無理でした。爆弾ないわな。まだ多分ないな。じゃあね、困ったな。どうした。困ったことになったな。ジャブジャブ様が暴れるなんてこんなの聞いたことないよ。え、それ。ああ、旅の方、海辺の村にようこそ。ジャブジャブ様ってのはジャブル水域に住む大きな精霊様だよ。普段はおとなしいのに今あちこちで暴れ回ってて、ゼルダ姫ともあろうものがこのハイラルの町のことを全然知らんやな。スミカに裂け目が出てからずっとこんな調子でね。スミカ？何も知らんな。ハイラローに怒られんぞ。ジャブジャブ様が寝床にしている洞窟さ。東の橋を渡って進んだ先にあってね、飾りのついた入り口だから近づけばすぐわかるよ。ゼルダ？なんや。僕が見た大きな裂け目も同じとこかもしれない。向かいってことね。これはただの、なんだ？なんやこれ。調べる。あ？誰か来る？どこ？あ？上から。じゃあこいつ。いや、僕スタンプマン。生まれてこの方スタンプ一筋、ハイラルのスタンプボーイとは僕のことさ。ところで君、この台座が気になった。これはスタンプ台、スタンプ押すための台だよ。スタンプっていいよね。ポンと押す感触、素敵な絵が出てくる、完璧な存在だよね。そんな素敵なスタンプをいろんな場所でたくさん押して集められたら最高じゃない。というわけで、僕があちこちに置いたスタンプ台を巡るスタンプラリーを絶賛開催中だよ。お前はなぜ空飛んでたんだい。スタンプ関係ないやん。え、あります、言うといてあげる。だよね。じゃあスタンプカードあげちゃいます。ありがとう。5個でいいのかな。初めてのスタンプカード、初心者のためのスタンプカード、スタンプマンのお手製で素朴な作り。ってことはもっと上のクラスがあるんかな。コツコツ続けてきた僕の活動がようやく花開いたよ。それじゃ早速スタンプ。
君のおしっぷり僕に見せてごらん。生意気な押しました。うう言うてる。いいスタンプっぷりだね。スタンプ台を見つけたらこれからもどんどん押しちゃってよ。スタンプ台は水の中もあんのかい。建物の中、あとは洞窟の中には。あ、置いてないよ。危ないからね。ややこしい言い方すんな。スタンプをカードいっぱい押してくれたらご褒美も用意してるよ。頑張ってスタンプ集めてね。はい、それじゃあご一緒に。レッツスタンプラリー。ちょっと語呂が悪くないかい。ですってよ。気になるね。僕はスタンプマン、スタンプ大好き、スタンプマンさ。スタンプを押すあの快感を知ってもらうためにスタンプラリーを始めたのさ。スタンプ、うん、はい、お話終わり。じゃあこいつ、海、あ、すいません、めっちゃ踏めるわ。海でジャブジャブ様に襲われて、襲われた、へえ、命からがら逃げてきたんだよ。海に船を浮かべてのんびりしてたらいきなり体当たりされたんだよ。おかげで怖くて怖くてもう海に出られないよ。あー、場所的にはもっと上行くんやんな。ジャブジャブ様は大暴れ、村のお客さんへって寂しい。お客さん減ってか。みんな漁にも行けないし船でお外にも出られないし悲しい。なんかあるな、サブクエが多分あったな今な。新しい色のやつ、紫、ハートとエネル。エネルとはなんかまた新しい能力かな。剣士のゲージとはまたこれ違う。いや、それのことなのか。売りたい、知れてる、買いたい、じゃあ話したい。海辺の村のショップへようこそ。この前店に来たゾーラたちが水域のあちこちに裂け目が出たって言ってたよ。裂け目から黒い魔物が出るとかで近づくのは危ないみたい。行くけどな、わしは行くけどな、そこにな。サブ系をとりあえず聞きまして、行くで。食事時なのに。どうしたどうした、まったくうちの子のマイペースに呆れたもんだわ。あら、聞かれちゃったわね、息子のアヌビーが帰ってこないのよ。あの子が大好きな魚を焼いたっていうのに、また北の林で昼寝してるんだわ。あなた林の方へ行くならついでに焼き魚を届け。いや嘘、そんなこと、そんなこと頼んでくる初対面の人に。今持ってくるからちょっと待ってて。強引でか、そこそこ大きいから運びづらいかもしれないけど、息子はこれがないと目を覚まさないのよ。大事なこと伝え忘れた。最近息子の昼寝場所の配信にはお腹を空かせた魔物がいるから気をつけてね。焼き魚がダメになったら私に言ってちょうだい。じゃあ配達よろしくね。これでも覚えれるよね。これでもいいんかな。え、コピー品やけどいいんかな。油がたっぷりのった焼き魚、香ばしい香りで一部の魔物を虜にする。そういうことか。おも、おれ出せるもんな。でもな、俺でも別にええってことやんな。どうしたどうした、つまんないつまんないつまんない。村の外は危ないから出ちゃダメなんだって。ゾーラの人たちと遊びたいのに。あの魚系のやつよね。ゾーラはゾーラだよ。海とかあの外に住んでるよ。みんな音楽上手だよ。あと族長たちが喧嘩ばっかしてる。あ、カニあんなとこにもいんにゃ。ちょっとってあれっていけんのかな。こうしてこ、いや沈んだ状態で無理やな。いや、いけるか。あ、いけるわ。嘘でした、いけました。グンでパカッチョー、お金かーい。そんな重要なアイテムが出てくることはないんかな。あそこの爆弾ちょっと早く破壊したいな。でもって北の林行ってこいって言われたやんな、とりあえずな。行こう、そこに。まずは、いやー、魚いります。違うな。おい、カニならいっぱい出せんやで。
ほら、おいおい、あんま火力ない、おいおい、危ない、カニ大量、ほら、ほいほいほい。人によって全然戦い方、これスタイル違うやろうね。ほら、タカ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 。でもこれじゃないよな、別にな、今行きたいのは。あ、ルピルピルピル、イエス、オーケー。なんじゃこれ、川の落とし子10個、尖った口が特徴の生き物、そのままでは使えない。これもまた調理するタイプか。じゃあこれは、あ、あいつか、ほいほい。お前はグーグー、母ちゃん、ごはん、こいつやな。ほらよ、くんくん、香ばしい匂いがする。でも母ちゃんの愛を感じないな。持ってこなあかんのか、ここまで。じゃあ生意気なやつめ、コピー品やったらほんまにあかんかったやな。どこやったっけ、おかーん、おかーん、もらってくれ。これこれやってるよね。足押せ、待っとけ、アスタンブーマンどっか行ったし、ちょっと待っとけやーい。おっそ、これジャンプも、え、これ無理、無理じゃね。オッケー、危な、下手したらポチャルとこやったやん今。こんな地面にボコボコやっちゃっていいんかな。ほれ、でベッドで、はっ、よいしょよいしょ。結構結構これはっ、あー、こりゃ大変やぞ、これは結構めんどくせえことさせてきやがるな。いけるか、もっと簡単にいく方法がなんかありそうな気もするけど、すいません、ください、もう一回、焼き魚ダメにしちゃった、すぐに準備してくるから待っててね。まさかそんな簡単に壊れると思ってなくてさ、多めに用意してるから大丈夫。まが、毎回あと何回焼いてもらうかわからんで、こうした方が早いか、砂まみれになんのええのか。ほれ、あそこ結構落としそうなのよな、ここ、ここ、ほっ、ちょっと怖い場所よな、ここな。だー、なんで、なんで今の、おい、ゼルだよ、なぜ今踏んづけた、お前は。ごめん踏んじゃいました、俺。もう一回お願いします、頼むぜ。わかってる、これでもサブクエなんでしょ。 B ボタン押すと置いちゃうのか。あ、投げると奥が微妙にこう持ってる時とあれで普段の時とで操作感変わってくるのね。こうも投げるのが大切、投げるのが大切で、ここをミスらんように注意せなあかんな。ここまではいいよな、持ってで、ジャンプができひんからこうなんのよな。え、めっちゃむずない？消えるよね、ほっ、これが持てへん。これ持とうとすると、踏んじゃうな、踏んじゃうよこれ。
なあ、ジャンプができへんやもんな。と持って、おれ、あー、いけた、オッケー。なんか成功法じゃなさそうやけど。くんくん、香ばしい匂いがする。母ちゃんの焼き魚だ。わざわざ届けてくれたの。独り言みたいになってんねお前。サンキュー、腹ペコだったから助かったよ。そんじゃ早速いただきます。パリッとした表面にほのかな塩味、脂がのってふっくらジューシー。焼き魚最高、母ちゃんも最高。俺のこと見えてる？ふう、食った食った、うまかった。じゃあ食後の一眠りを、寝るんかい。母ちゃんによろしく言っといて。いけてんのかい。また寝てしまった。やけど一応クリアはできてるってことかな。と、まったく変な息子やったぞお前んとこ。とりあえず一滴だったわ。息子に魚を届けてくれたのか、ありがとう、助かったよ。ルピーかな、もらえんのは。え、魚を食べたらまた寝ちゃったの。はあ、まったく、あのこと来たら一日のうちに寝るか食べるかしかないんだから。あら、ごめんなさいね、あなたにはお礼をしなきゃね。本当にやるとこれもらってちょうだい。え、これ泡コンプ、使うとハートがちょっと回復、そのままでは効果が薄い。これもまた料理系のあれか。今後焼き魚はここに置いておくことにするわ。あなたも好きに持っていってちょうだい。ありがとう。焼き魚は別に回復に使えるわけじゃないのよな。さあ、このままこっちでいいのかい。おーい、あなたは、うん、どうかした。ここは交流の場。なんや、氷の場っていうのはゾーラたちとジャブジャブ様が交流する場所。海ゾーラと川ゾーラがセッションしてジャブジャブ様に素敵な音楽を捧げる。そうすることでジャブジャブ様にこの地域を見守ってくれるようお願いするんだって。でも当のジャブジャブ様は暴れてるわ。ゾーラの長同士もこんな時に喧嘩しているわ。でさ、こっから北にあるジャブジャブ様の住処に大きな裂け目が出てるからいろいろ大変だよ。そこ行けってことやんな。ここてや、なんかあるかな。入れる？入れるところがないな。あ、またベッド使って手扱い？ってか全然違う場所にピン刺さってるけど、あれ？あれ？進む？あ、ベッド有能かなって思ってたけど、これいや、横は向けへんのよな。ほら、いけた。で、まだまだ、あれ、登れへん。あ、なんか変なところにできてるベッド。あ、ちょっと邪魔、あ、邪魔、なんかおかしなった。あ、なんか分からんけど、池だわ。なんかでも違う気もするけど。おい、着いたで。合ってる？僕が見た裂け目、これもっと近くまで行きたい。入れってことか。この辺にファストトラベルのあれ当たりせへんかな。なんか適当に行ってたら登っては来れたけど、この行き方で合ってるんかい。ブレワイ、あった、ファストトラベル。ブレワイ初期の時みたいに、こんなところのルートから行くやつ俺しかおらんちゃんみたいな、あのワクワクを再現させてくれてんのかな。 2D ゼルダでも。入りました。ジャブジャブ様の住みか。ジャブジャブー、どこや。あ、扉が閉まっている。どうした、
会えるのかお前。わしはい。この奥、裂け目の入り口作れそう。ゼルダ行こう。簡単に言うなお前。うわ、やっぱり裂け目に飲まれちゃってるゾーラ。あれ、思ってたのと違った。ってあれ、誰かいるゾーラ。 2D やから、 2D ゼルダやからこんな感じの見た目になってるだけ。あんたもジャブジャブ様が心配で見に来たゾーラ。住処に裂け目が出てからジャブジャブ様あちこちで暴れてって、俺たちジャブジャブ様が心配で慌てて様子を見に来たとこゾーラ。ゾーラ、え、扉の奥に行きたい。扉を開くには川の民と海の民の族長たちがここで一緒に音楽を演奏しなきゃダメゾーラ。川の民、川の民ってのは俺たち川ゾーラのことゾーラ。ここを出て北の方、川を遡った先に里があるから行ってみればいいゾーラ。他に海は、海の民ってのは海ゾーラのことゾーラ、そのままやんけ。名前の通り海に住んでるゾーラ。ここを出て南、海の沖合にある魚の尾っぽみたいな島、海ゾーラの里があるゾーラ。あー、じゃああのさっきの村のもっと南ってことかな。族長たちに演奏してもらいたいなら里に行ってお願いしてみるといいゾーラ。あー、そっぽ向かれた。うん、早く行きたいのに。そやね。入り口を作れそうな場所は住処にある扉の先に見つかった。族長の演奏ね。ほれほれ、びっくりだ。あー、ここに重いもん置いたらいける系かなとか思ったけど、そういうわけじゃないのな。まずはじゃあ北の里に行けば川ゾーラがいるっつってたかい。ゾーラ川行ってみるか。この辺、あ、いるね。下、これどうやって攻撃できる。カニならいける。お前らどうだ。あ、オクトパス的なあいつ。カニ届かない。危ない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 、やべ。こういう時はこれやで。ほらやってくれたな。はい、便利。オクタロック。水辺に住むタコのような見た目の魔物、小さな岩を吐き出して離れた敵を狙い撃つ。お前はあいつ攻撃、そうそうそう、オッケー。でこう水の中でタックラー。しかめっ面をした丸い魚、敵が視界に入るとまっすぐに突進する。はあ、もうポケモン張りにガンガン出てくるのねこいつら。おいー、こうじゃ強えやろがや。これ味方の方でしたわ。ややこしいわ。どうも、ここか、失礼します。爆弾、爆弾魚に刺激を与えるべからず。ってことは刺激与えろってことやね。何やだよ、刺激。普通に石とかでいいんかな。邪魔ですわ。すげえ邪魔ですわ。ちょうど合ってれへん位置にってわけでもなかった。これでも当てんの。ほれ、あれ、当たった。いけてる。イエス。どうじゃ、これは普通に陸でも使えんのかな。少しの衝撃で爆発してしまう危険な魚、脆い壁なら簡単に砕いてしまう。あっちまで戻らなあかんのかな。こういうところはさすがに、あ、飛び跳ねんのね。わあ、使い勝手悪い。そういうこと。こっちは帰ってくるルートっぽいな。じゃあこっちに。うわ、すげえ。危険、この先立ち入り禁止。いけるで。おい。
俺ダメージ受けるかな。大丈夫で、水の中でもいける。爆発やで。あれ、芸術は爆発だ。あっ、失礼。そして始まる 2D。 あ、息がやばかったりするこれ。あ、いや、酸素的なありますわ。で、ダメージ食らへんよね。あれ、お願いします。え、すが、そっちじゃねえわ、バカだな。爆発して、爆発して、どうした。あ、一応刺激をちゃんと与えなあかんやな。通りますね。ちょっと息が、息苦しいもんで。ういーで、召喚してくるっと。どうも、いけてるでー。おお、やばーい。頑張れ。あー、やば、ダメージ。おい、ぶつかったらやべえ系ですな。あ、あ、こっち来ないで、こっち来ないで。あぶねー、ええでー。オッケー、避けさえすれば全然問題なしだな。ほら、くっついとけ。はい、余裕。イエス、よし、これでじゃあどっかに出れたかい。俺はあれか、さささ、いや無理やな。あら、登る方法が、ここもあれかい、爆弾、違うな。おい、つ、ふっ、ん、持て、持て、違うな。そういうことではない。ってなるとまだ無理じゃね。 2D やから届かん。あれを取る方法まだわからん。で、あっちゃん、どこに出る。帰ってくるだけってことは、え、シンプルにじゃああれ、今の俺でも取れんのかな。取り方が全然、ペット積んでってなんとかなるわけじゃ、ジャンプできへんもんな。で、ここも当たっちゃう。で、これ以上爆弾は召喚できへんのよな、足りひんから、ゲージが足りんから。剣士になってスーパー無理だ。爆弾、いやな、こうなるよね、無理やんな。ち、覚えてられるか分からんけど、一旦さらばだ。ではでは、こっからじゃあ、川ゾーラのところに向かっていく感じになると思いますので、ですよね。よし、じゃあこの続きまた次回プレイしていきたいと思います。結構長い旅になりそうですよ。それではまた、よろしくどうぞ。